ケルト神話はケルトの神々に関する神話であり、実質的に鉄器時代のケルト民族の宗教を伝承体系を指す。他の鉄器時代のヨーロッパの民族と同じく初期のケルト人は多神教の神話、宗教構造を持っていた。ケルト神話は古代ローマと密接な接触を持ったケルト民族、例えばガリア人やケルトイベリア人などの間では、 ローマ帝国による征服とキリスト教への改修のため、生き残ることができず、彼らの神話はほぼ、ローマやキリスト教側の同時代資料を通じてのみ、今に伝えられている。他方で、政治的、言語的アイデンティティを維持することができた民族は、祖先の神話の名残を今に残すことができたが、文字に書き記されたのは、中世に入ってからであった。最盛期のケルト人の世界は、 西ヨーロッパと中央ヨーロッパの大部分を覆っていたが、彼らは政治的統合も文化的中心地も同質性すらも持ち合わせていなかった。その結果、ケールト人の宗教観光は地域によって大幅に異なっていた。300人以上の神々に関する記録が残っているが、これらのほとんどが各地や各部族の守護神であったと考えられており、 広く信仰の対象となった神々は限られていた。しかし、ケルト神話に残ったものから一般に信じられているより統一的なパンテオンのヒントとなる共通点を見つけ出すことは可能である。これらのイニシエの神々の性質と職能は、名前や、碑文の発見された位置、図像学、ローマ人が対応するとしたローマの神々。 後世のケルト神話での姿などから推定することが可能である。ケルト神話は多くのサブグループに分かれており、概ねケルト語派の文子と一致する。ゴール語で書かれた資料が少ないことから、一般のケルト人は読み書きができなかったと考えられている。ただし、ギリシャ文字、ラテン文字、コイタリア文字を使用してゲール語を書き記した形跡がわずかながら見られるが、見つかっている。 ユリウス・カイサルは、ガリア人が読み書きができたとしているが、ガリアの聖職者たるドルイドは、宗教秘技を三文で書き記すことが禁じられていたとも書いている。一方で、ヘルウエティ族は文字による人口調査を実施したともしている。ローマ人は、より広範囲な公共の読み書きの習慣を、ケルト人にもたらし、征服した地域でドルイドの持っていた力を打ち砕いた。 実際、ガリア、ブリテン、それに、他の当時のケルトゴア社が暮らしていた地域で見つかった、神々に関する碑文なほとんどが、ローマの征服以後のものである。現代のウェールズの一部とアイルランドの初期ゲール人は、拝む文字を用いて短い記録を残しているが、より成功な読み書き技術は、ゲール人のヒローマ征服地域には、キリスト教の到来までもたらされなかった。ゲール語の神話は、 元々の教義をほとんど知らないキリスト教の修道士によって最初に記録されたタラニス信仰に基づくとされる奉納品の車輪。このような輪はベルギーのガリア人の聖地で数千個見つかっている。紀元前50年から紀元後50年のもの。フランス国立考古学博物館ローマ時代前後にガリア、ブリタンニアなどのケルト社会で崇拝されていた神々。 ガリア人による伝承の類は一切残されておらず、当時のギリシア人、ローマ人の記録や考古学資料によってその存在が推定されている。ルキアノスによるとガリア人のパンテオンではテウタテス、タラニス、エススなどが重要視されていた。カエサルはこれらの他にベレヌスを挙げている。だが、これらの神々の役割ははっきりとはわかっていない。また、 彼らの性質は地域によって入れ替わることがあった。アイルランド神話の資料はすべて中世初期以降のものである。その地にキリスト教が覆いかぶさるにつれ、アイルランドの神々や土着の文化と共にゆっくりと消滅していった。生き残った資料の中には、ドアハデダナーンとホモール巨人族を扱ったものの根拠となった。侵略の書といった歴史に焦点を当てたものなどがある。 ダーナ神族は、王権、芸術、戦争などといった、人間社会の様々な職能を代表し、一方で、フォモール族は、混沌と野生を代表している。アイルランド神話は大きく分けて4つのサイクルに分けられる。ミラーによるアタツミシールと、白鳥ウェールズの銀融詩人の交渉に基づく、物語群。文字による記録は、 現存する最古のものでも13世紀頃のもので、そのままそれを古代からの伝承と受け取ることはできないが、魔力を持つ生首などといった、アイルランドのアルスター伝説との共通性。さらには、大陸のケルト人が残した彫刻から推測される首への強い執着との関連性等が認められる。ウェールズ神話の主な資料となっているのは、マビノゲオンに収められたマビノギオン枝である。 これは中世ウェールズ語の写本が原点となっている。マビノギオンは、イギリスのシャーロット・ゲストが19世紀に初めての漢訳を行った際のタイトルが定着したものだが、マビノギオンという言葉は、写本の1箇所だけにしか存在せず、写字制の誤写によるものと現在は考えられている。他の箇所では、マビノギと記述されている。マビノギオンマビノギン枝を参照。 後にジェフリー・オブ・モンマスラにより、間接的にアーサー王物語として知られる、騎士道物語軍の着想のもととなった。ありがとうございます。